子さん、ちょっと待って、なんで今回すの？子さん今回す？もつ鍋食べたいです。食べえよ、だからって私初めて言いましたね、今。いやいやいや、ちょっとまあそうやな、もつ鍋食べたいです。いや、ちょいちょい言うてるからさ、もつ鍋食べたいってだからってそれなるよ。ごめんごめん、それは動画上ではそれ伝われへんよな。それは急に回されたら確かにな。さっきも言ってたから、もつ鍋食べたいって。で次はなんか動画回して、なんかもつ鍋食べるみたいに言い出してるからさ、それはだからってなるよ、それは。そやな、うん、それはもう見てくれてる人に関してはな、そりゃそうなるかもしれへんけど。笑ってんねや、ほんま。もつ鍋作ってください。ああ、作ろう作ろう、もうええわ、もう作ったったらええわ、もうああ作ろう作ろう、もういいいいいいよ、もう、うん、じゃあ一回ジャンプしてもらっていいですか？はいはいさあ到着しましたね。これね、首の動きですからね、これ大事ですからね。はい、まあそんなんいいんですよね。はい、はい、じゃあやっていきましょう。これ見てください。食材買ってまいりました。この牛もつ、ものすごくいいものをね用意しましたよ。ありがとうございます。これ国産の生の牛もつでございます。なかなかね生のもつって売ってないんですよ。でこちらですね、にんにく、輪切りの唐辛子で、えのき、しめじ、豆腐で、もやしで、にら、ごぼう、キャベジというわけでね。キャベジ、はい、こちらを使って、じゃあもつ鍋美味しいもの作っていきますよ。お願いします。レッツゴー。はい、まずねこちらの臭みを取っていきたいので、これを3分ほどねちょっとボイルしていきます。はい、これでちょっと沸かしましょう。めっちゃもちもちじゃなかった。はい、じゃあ沸くまでちょっと待ちます。はい、でね、沸くのを待ってる間に、こちらはこちらでお出汁飯を作っていきます。でね、この汚い鍋を用意してください、皆さんもね。やっぱ汚い鍋じゃないとやっぱ美味しくなりませんのでね、雰囲気出ますんで、やってるなーって感じ出ますからね。はい、で火つけます。さあ、こちらのね、お出汁飯作っていきたいんですけども、削り節をね、しっかり入れていきましょうね。これ入れるだけでほんまにね、変わりますから、秒数で売ってるやつ、これだけもう用意してください。これだけでもう味がね、格段と変わりますんでね。はい、もう沸いてますんで、削り節飯たちはもう取っていきましょう。この時点でカツオの出汁が非常に効いてていいんですが、ですよ、この中にめんつゆとお酒と醤油、こんな簡単な調味料でいいんですよ。海苔です。はい、いきます。醤油4、なのでちょっと入れすぎたと思いますけどね。はい、こういうこともありますと。めんつゆですね、めんつゆ入れて、そして、まあ、お酒もね入れていきましょう。これでねスープは出来上がりです。これだけでうまいですからね。おいしい。はい、そうこうしてるうちにこちらですね、もう沸いてきましたね。これを入れてね3分間だけ入れていきます。これによって無駄な油を落として臭みを取っていくということですね。はい、ドボンでございます。では3分待ちましょうか。さあ、ではねもうだいぶね3分経って白くなってきましたんで、これをジャバンしていきましょうか。ジャバンでございます。はい、こんな感じですね。こんな感じ。私はねこの状態で一旦水でねささっと洗います。なんでなんですか？まあなんかねこれね湿めるっていう人もいますし、軽く汚れを取るっていう方もいらっしゃいますし、やりすぎると確かにこうね美味しい旨味のね油もね抜けちゃって良くないっていう人もいるんですけども、料理する人によって結構いいこと変わってくるんですよ。これはしなくていい、これはした方がいいねやったらもう最初にボイルする必要もないみたいなこと言う人もいるんですけど、そんな私知らん、うるさい、もう黙れ誰に誰に対して。はい、まあでもね臭みやっぱ取った方がいいから、ボイルはした方がいいかなっていうのは正直私は思ってます。近ないなんで近づいたの。うん、ようしゃべるなと思って。いやしゃべるやろそりゃ。ここ一番大事なとこやもんだって。うん、そのもつの臭みがやっぱ好きって、それがね醍醐味。近いねんだからなんで近づいてくんねん、うん、笑ってるだけかい。なんかしゃべるってねってアホの子なってるやないか。でまあ、これ本当に大事なことなんで、私はボイルはだったらした方がいいと思います。はい、じゃあもうあとはもうね切っても入れていくだけなんで、めちゃめちゃ簡単な作業になりますんで、好きなも入れてくださいね皆さんね。さあ、でキャベツねこうやって切っていきますんでね。はい、もう入れていってますけれども、もうこれぐらいもうね雑でいいんですよ。もつ鍋なんてね、もつ鍋なんてというかね、鍋というものはね結局煮て食べますからね。さあ、そしてもうもやしもボンいっちゃいましょうか。はい、もやしボンでございます。もやしボーンっていうのは、そのボーンはその骨という意味合いのボーンではないってことだけ言っておこうかなと思いますけれどもね。はい、ここはカットされそうです。はい、でも豆腐もねボーンいっておきますね。豆腐のこのねボーンはねこう白が入ってますんで、若干骨と近い部分があるんで、もしかしたら骨のボーンなのかなっていうのも疑いはかかってるんですけども、やっぱりこのボーンも骨のボーンではないってことを言っておきます。何の話してるんですか？何の話してるか私も分かってないんです。ボーンって何ですか？いや、ええよ、もうそれを広げんでも絶対滑ってんねんからあ、コスモスなんか言うてるなっていうところやんか、そこはね。はい、でエノキングちゃんですね。エノキングちゃんもこれも白なんでこれボーンでございます。はい、でこれですね、これぐらいの量でいきましょう。伊勢神宮、しめ神宮とね、しめ神宮でございます。はい、きます。そこは若干笑ってくれたんですねはい、これでこんな感じでございます。はい、すごいですね。お次にごぼう飯でございます。ごぼう飯しっかり洗いますね。ごぼう飯なんですけども、これほんまはアク抜きした方がいいですよ。水につけてアク抜きとかした方がいいんですけど、私は今日はもうしません。なぜならクソめんどいからもつ鍋ボイルとかして、そこは丁寧な仕事をするくせに、ごぼうはアク抜きせんのかいっていうツッコミが多分ね、出てるはずなんですけれども、それはもう完全に無視していきますねはい、これごぼうを入れていきます。すっごいことになってますね。これ大丈夫かな、これ今回これいけてますか？汚くはないですねね、豪華ですよね。はい、でそこで、はい、もつもね、横にこう入れていきましょう。横ってね、はい、もつ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 モスモス、はい、コスモス、はい、コスモスモスモス。そしてオニラハムですね。オニラハムもたっぷりね入れますんでね。ニラがあるだけでもつ鍋に、いや、もっと入れないともつ鍋になれへん。確かにでもね、もつ鍋ってニラがもつ鍋感を出してきますよね。はい。で次ニンニク、これもね薄くスライスするだけでいいですよ。ね、はい。潰さずに。これは潰さないです。でね、ここのねニンニクのこの真ん中のこの芽の部分ですね。これをね取れとかっていう意見もありますけれども、私はもう取りません。このままいきます。はい、ほらもうもつ鍋っぽくなった。ほらもうもつ鍋だ。はい、出来上がりました。じゃあ食べていきましょうか。じゃあいきます。あ、タイプ4です。ちょっとね量が多かったんで、ちょっとこれ抜きました、これだけね。じゃあいただきます。はーい、もつですね。はーい、絶対キャベ、絶対キャベ絶対キャベ、絶対キャベ、うん。いただきます。じゃあメインのやつから。メインちゃうねんそれ歯に挟まった。いや、まず感想言えよ。歯に挟まった。おいしいです。でもえのきか食べるもんじゃないなと思います。そんなことないやろ、えのきか食べてもいいやろ。ほんで、ほんでキャベツね。うん、うん、うん、おいしい。まずもつ食えよ。はい、こちらですね。美味しいでしょこれ。冷凍もつとはまたちょっと違うでしょ。生もつね。ちゃいます。うん。そうなんですよ。これ絶対に汁入れますね。え、そらそうやろ。汁いるよ。これね話題になってますね。これ虫が入ってないね。これもつ鍋になってますんでね、これね。虫入ってたら縁切ります。縁は切らないですよ。昆虫食として食べていただけますんでね。はい、今回はね普通のもつ鍋にしましたけれども。うん、ね。はい、じゃあゆっくり食べていきましょう。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。とっても美味しくね。はい。さあ、今日はねもつ鍋を作っていきましたけれども、どうでしたか？とっても美味しかったです。ね、ちょっとリアクションが白々しいですけれども、本当にでも美味しかったですね。久々にこうやって鍋をするっていいですね。我々ね一緒に居酒屋で働いてたじゃないですか。はい。居酒屋の頃、私がまかないで大きな鍋にね具材たくさん入れて作ってた時を思い出しました。そのイメージで作っちゃったんで、ちょっと量多かったですけれども、でも満足です。腹パンパンでございます。それは何なんですかこれ。たまにこれやると、これ何これはちょっとここ太っちゃうよみたいなやつですか。いや、声みたいな出してくるなんで声出さへんの、うん、ではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ。美味しかったです。ほんまに腹いっぱいすぎるな。